今回の浜松山里生き生きレポートは、こんな美しい景色が広がる辰山町から6月の風物詩深凧をご紹介します。深凧は浜松祭りの凧とはだいぶ違うんですよね。どんな凧かというのは番組をご覧ください。ぜひ皆さん見てくださいね。